皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、月商300万を稼げる先生と、月商30万を稼ぐ先生の思考の違いについてお伝えしてみたいと思います。今のね、数字、月商300万、月商30万、まあ約10倍違うんですけれども、この思考の違いは何なのかっていうことをお伝えすると、おそらく例えばですね、すごく稼ぎたいと思っている、まあその思っている方向性がね、例えば家のね家族で、こういった旅行に行きたいとか、その子供のね習い事とかもあるから、塾のお金とかそういうものもね、もっと楽になるように稼ぎたいとか、まあ、そういうような思いとかがね、ある方とかもいらっしゃると思うんですけれども、私からするとですね、まあ私自身もそうだし、あと私のクライアントさんで、割としっかり稼げているタイプの人を見ててもそうなんですけれども、大きく思考の方向性が違うっていうのが分かってきているので、まあ、それをシェアすることによって、なぜ自分は同じところで高止まりをしてしまっているのかっていうことで、まあ、打破するきっかけが見つかるのであれば、まあ、そのヒントにしていただければいいかなと思って、本日のお話はさせていただきたいと思います。はい、それでは本題に入りたいと思います。まずですね、月商300万っていうと、まあいいですよね。月商300とかだったら年商3000万超えますよね。はい、普通にね、12ヶ月ですから。まあ30万、月商30万っていうと、まあ手取り多分15万ぐらいになるんですけれども、まあまあ360万とかですか、はい、っていう感じになるので、まあ最初にもお伝えしたように10倍の開きがあるわけですよ。で、この違いっていうのは何なのかっていうと、もちろんですね、まあ、経験値とかはありますよ。1年目の先生がいきなり1000万はね、できなくはないけど難しいと思います。じゃあ20年やれば普通に3000万とかいけるのかっていうと、そういうことでもないんですよ。経験値と稼げるお金って連動しないんですよ。じゃあ何なんだってね、思いますよね。これはね、コンサルをしていて分かったんですけれども、答えはね、先に言いますね。その金額を稼ぐということを自分に許可をすることができる人なのかどうなのかっていう違いなんですよ。自分に許可をする、要は自分はそのお金を受け取ってもいいということを自分が理解できて納得できるタイプの人は稼げるんですよ。それって私お金欲しいと思ってるし稼ぎたいと思ってるんですよっていう方は、よくよく聞いていると、稼ぎたくない要因を自分の中に持っている方が多かったりとか、その稼ぐ理由はもちろん、まずそのお金をね稼ぐっていうことに対してのそもそも罪悪感があるタイプの人、なんかお金って稼ぐの汚いとか、例えば値上げの時にその雰囲気がすごい顕著に出るんですけれども、値上げをすると生徒さんにお金に走ったって言われるとか、同業者からあの先生はお金に汚いとか言われるのが嫌だとか、まあそういう思考のブレーキがかかるから値上げができないですよね。当然なんですけれども、その値上げをした時についてくる生徒さんとついてこない生徒さんがいらっしゃいます。で、それは全てのことにおいてそうじゃないですか。例えば、自分が初級講座だけを教えているような先生の何か習い事をしていて、初級講座しか教えない先生だったとしたら、いずれ自分が成長してその上限に来ちゃったら、中級を教えてくれる先生探しますよね。探しますよね。まあ成長したかったらですよ。だから成長しないでぐるぐる行っていてくれるようなタイプの生徒さんを集め続けたいタイプの人も稼げないんですよ。その人たちとずっとぬるぬるとぐるぐるとそこをやってるのが心地いいから
です。でここで誤解してほしくないのは、それを私はダメだと言っているのではないんです。ダメじゃないんですよ。それはそれでその人が選択する人生だから、それで OK なんですよ。だから稼ごうとすることに対してのブレーキをかかる要因が自分の中にあるということを理解すれば、まあ稼ぐ準備ができていない、要はお金を受け取る準備が心の中でできていないということを理解しないと、その状態を引きずったままで稼ぎたい稼ぎたいって言ってもやらないんですよ。稼げないんですよ。仕事もいろんなやらなくちゃいけないこととかも。なので、その自分の中のそもそもの整理、受け取っていいんだっていうマインドが多分お金の品格とかに関わってくるのかなっていうふうに思ってるんですよね。受け取ってもいいんだっていう額は人によって違います、なぜならば、それを使いたい方向性が人によって違うからです。で例えば変な話ですよ、私1000万とか2000万とか受け取っても大丈夫って思ってるタイプの人です。月にですよ、使い切れないですよね。個人としてね、まあものすごい浪費すれば使えるんでしょうけど、個人としてそのお金が欲しいんじゃなくて、例えば、まあ、私の目標がその、まあ、日本中なのか、まあ、世界ちょっと厳しいかな、とりあえず日本だから、それまでのキャパシティになっちゃうんですけどね、私の日本の女性で、まあ、例えば40代過ぎで自分の人生をもう一回考え直したいみたいな、そういうことを考えた人が、例えば教室業をやりたいとかって言っていくときに、まあ私のコンテンツはもともと教育っていうことになるんですけれども、例えばそこにシステムをもしも入れたいとすると、そのシステムっていうのがどういうシステムなのかっていうと、例えば教室業の先生が簡単にスタートアップできるような、学習機能とか、わかんないです、それを助けてくれるような人たちのプロフェッショナルの集団とかね、わかんないですけど、なんかそういうプラットフォームを例えば持つ、これシステムを持つっていうことになるんですけれども、でそれを動かすための費用とか運営とかね、していく部分で人がいるとかっていうことを仮にやりたいと思うと、それなりにお金かかるじゃないですか。だから私は入ったら入ったなりきに、もちろん自分が使うお金として使うのもありますよ。だけどよりその入ってきたお金を使ってさらに豊かにできる人を増やしたいっていう信念があって稼いでるので、お金いくらあっても困らないですよ、そういう意味では。だってそういうことに投資するから。であと例えばこれ他にね、実際にやられている方とかがいて、まあ事業家ですごいとても素敵な方なんですけど、やっぱりそこ リゾート合宿みたいなのができる場所を作るとか言って、ゼロからの建築ですよ。とある土地を買い、そこにそれを作り、でみんなが集い学習勉強をすることもできて、集まれるようなプラットフォームを作るって言って、ああいいなそれとかって思って、私もそれを作りたいって思ったんですよ。もう一回言いますよ、土地買って建物作って、でそこで、まあ、そういうものができるような場所作るっていうね、いやいいじゃないですか、作りたいんですよ。とかね、まあ、そういうものがあると、結局私はそっここに生きてる間に どういう状態でできるのかわからないんですけどね、まあ、他には例えば直近のところで言うと、コンサルタントなんですけど、アーティスト型コンサルタントの図を目指したいんですよ。私作家でもあり、サックスプレイヤー、音楽の方ですね、まあ、あと写真家とは言えないんですけど、まあ、フォトグラファーとしても合わせてそのやっていく総合芸術を提案して、まあ、とどのつまり、例えば迷っている人とかのね、背中の後押しをするとか、モチベーションのアップとか、まあ五感で人に影響力を与えるような人になりたいみたいな、
そういう夢もあるんですよ。そうするとその音楽とセミナーを絡めたような全国ツアーをやりたいとかって思うと、全国ツアーをやるためのバックバンドとか会場手配とか、まあ芸能人並みですよね。お金かかりますよねっていう、そういう感じです。だから別に1000万とかあってもすぐなくなっちゃうイメージですね。はい。なのでこの一人の個人の部分で使えるお金の限界っていうと、そこまでは多分許せる方はもちろんそれで許したらいいし、もっと他にこういう人をこういうふうに救っていきたいっていう志とかミッションがある人はもっとお金が必要になるので、まあそういう意味で稼いでいくっていうことになっていくので、私はともっか別に毎月3000万入ってきても多分そんなに違和感がないタイプの人です。今全然いけてないですよ。3000万なんかいけてないですよ。いけてないけど、心のキャパシティがお金に対してブロックがないんですよ。それを幸せにする人のために還元するって決めているし、循環させるって決めてるから。で、当然もう一個言えば、いつでもどこでも会いたい人に会いに行き、好きなことをやるっていうためにもお金ある方が楽なんですよね。やりやすいから。はい。だから別にそれを貯めてて手元に持っててもしょうがないじゃないですか。生きてる間に別に使い切ればいい。ただ使い切る使い切り方が後世の人たちに何かが残るように使えるのがいいなっていうふうに思ってるっていう、そういう感じです。だからその人なりきのキャパシティっていうのがあるんですよ。だから例えば月商30万を悪いとは言わないし、月商10万も悪いって言わないです。だってそういう稼ぎ方をしたいという人がそのように考えるから。お金を扱う額が大きくなればなるほど自分の責任大きくなります。基本的にはそれだけ例えば社会に関わったり人に関わったりする影響力が増えるから。で、それが怖いと思うようなタイプの人、例えばじゃあこれをね、値上げをしたら何か言われるかもとか、そんなことをやってるのなんでとかって言われることに対して嫌だなと思うタイプの人はブレーキをね、無意識にかけるんですよ。だからやんなきゃいけないこととか分かってるのにやらないとか。そうなんです。だからそこの自分の乖離がないかどうかを確認した方がいいです。絵空事じゃなくて、例えば月商100万稼ぐんだっていうふうにね、仮に考えた時にその100万をどういうふうに使うかっていうことがリアルに想像できる人は多分稼げます。はい。受け取ることに対して自分が許可を出しているから。で、その受け取る瞬間にそれをやると時間がなくなるとか、家族との仲が悪くなるとか、なんかマイナスネガティブ要因がその金額を上げれば上げるほどスッと横にその要因が出てくるようなタイプの人は、それが感じないレベルのところが一旦の自分の稼げる、一つの額の限界値になります。で、限界値はずっと限界で終わってるわけじゃなくて、その人が殻を破る、ブレイクスルーをすると決めれば、そこは簡単に破れることなので、決めるか決めないかだけなんですけどね。だからさっき言ったように、許可を出すか出さないか。で、許可を出す人は、そのように振る舞えばっていうか、稼いでいくやり方を学び、その通りにやっていけばいいっていうことですね。で、その際にリスクを取る必要がある場合が多いです。リスクって何ぞやって、例えば費やさなくてはいけない時間ですね。当然その額に応じた勉強の量と行動の量っていうのがあるから、そういうタイプの人はですね、どういうふうに考えちゃうかっていうと、こんなに動いたのに、なんで稼げないのっていう感じ。そのこんなにっていうこんなにがどれぐらい続くか分かんないんですよ。芽が出るのが。で、私はどうしてもそれ無理だなっていうルートが違うなって思ったら変えますけれども、ルートを。で、その時にその戦術の人、さっき言ったね、私こんなに頑張ってるのになんでっていうタイプの人はやめます、途中で。はい。私はね、ある程度動きまくって
ってもここまでやったらっていうとこまでやってダメになったらダメなんだなって理解をするので、活動量とやってる期間が半端なくやります、その時に。まあでも大体そこまでやれば普通成果出ます、うん、だから大体そういうタイプの人は中途半端にやって、中途半端に諦めて、はい次ってやる、でまた中途半端にやって、中途半端に諦めて、はい次ってやるから、全部が実っていかないんですよ。ある程度の我慢と継続みたいなのも必要になる時もあるし、あとある一定の時期に集中的に頑張んないとダメなことって結構多いんですよ。でそれができてるかできてないかっていう、その使った時間が対して無駄になるっていうことを最初に考えてしまう人はリスクを取れないタイプの人なので、はい、私はそれはリスクと全然思ってないんですけどね。だってやったことがないことやるんだから時間もかかるし、最初うまくいかないのは当たり前だよねっていうところですよね。でうまくいかなかった時にどこがうまくいかないのかなって改善案を出し、そしてまた修正して直すの繰り返しなだけなので、どこかでね絶対行きたいと思うところに行けると思うんですよね、はい、だからまず そのあたりがねあります。でもう一個のリスクっていうのがお金のリスクですね。例えば学びってお金がかかること多いじゃないですか。無料情報と有料情報ってね世の中にあると思うんですけれども、本気で学びたいと思ったらやっぱり自分の身銭を切らないとダメな時があります、はい、でそれは稼ぎたい額に応じて高さが違ってくると思いますよ。払うべきその有料情報かっていうのは正しく信じられる、自分がねこの人に仮にじゃあお金を払ったとして騙すってことは、まあでもたまにね悪い人もいるんで、その払った人を信じた自分がバカだったみたいに思えるぐらいに信じることができる人にちゃんと払う必要があるんですけども、まあ、それをお支払いしたっていうことで、例えば私開業3年目に入る時か、電子書籍がこれから伸びると思って電子書籍のねライセンスを教えるっていうライセンスを取るっていう講座っていうかライセンシーっていうんですけど、その講座180万払ってます。毎月10万の返済ですよ当時まだね月商30万40万だったかな、その4分の1ぐらい払う感じのローン組んでるんですよ。でも絶対に学んだ分は回収すると思って、まあ当然回収できるようなビジネスモデルがあると思ったんで、まあがむしゃらに動きましたね、そっちはそっちの方で。で都合4年かかったけど、まあ800万とか1000万その時学んだ知識で電子書籍部門だけでも稼いだので、全然回収はしたんですけれどもね。だから本当に学びを無駄にしたくなかったらそれに見合うだけの動きをすればいいだけなので、はい、学んだことを生かさないで実践にやらない方って本当もったいないとかって思うんですよ。だからローンを組むと痛いですよ。痛いけどそれだけ早くお金に換算しようみたいな形で、じゃあセミナーをやろう、じゃあどうやってできるとか言って、最初1年相当苦労しましたね。電子書籍っていうものを世の中の人が知らなさすぎるから、その状態でセミナーを販売する、しかも当時のセミナー1日5万円っていうセミナーだったんで、なかなかに大変でしたよ。販売が誰に販売すればいいんだろうとかね、まあ、途中で分かったのがどうやら私はねそのビジネス書で販売するよりも写真が得意だったんで、写真集を作りたい人にって言ってシフトした瞬間にブレイクする先が見えて、写真教室に行って私こういう、ね、ことを教えられますけどモニターで生徒さんやらせてくれませんかとかね、1万8000とか2万円ぐらいからスタートしたのかな、まあ、そっから3、400人ね教えるまでに行ったんですけど、自分で足で写真教室に提案書持ってきましたよ、アポ取ってとかね、そういう形ですよ。やったことを絶対にものにする、変える、お金に変えるっていうこの原動力がある方は、まあ、大概どういうことを学んでも損することはないですね。
なので、その欲しい額に応じて必要な投資っていうのが出てくる時だと思います。だから大体私最近はそうですね、年に学びとかね、いろんな何個も重複し、あの、並行して学ぶ時とかあるんですけど、大体300万から400万使ってますね、最近は。はい。まあそれでも、さっき言ったね、すごい額っていう額からすると足りないんだろうなっていうふうには思ってますけどね、1000万ぐらい使わないとダメなのかな、みたいな。そんな感覚です。はい。だから、自分で自分の枠を作ってしまっている方に関しては、こう、リアリティがないんですよ。稼ぎたいって言っても。なので、リアリティどこまで自分が、こう、自分のね、さらっと許可できるかっていうところ、こうしたら大変になるとかね。基本的に、あともう一つ言っておかなくちゃいけないのが、いっぱいお金を稼ぐと苦しくて大変っていう、この連動思考はやめた方がいいですね。会社員とかは残業が増えるだけとか、そういうタイプのお仕事、労働を切り売りするようなタイプをしている方は、苦しくなるだけなんですよ。額が増えれば増えるほど。そうじゃないんですよね。必ずしも、お金の額が増えると苦しいことばっかりじゃないというか、むしろ額が増えれば増えるほど楽しくて楽になるっていう印象ですね、私のイメージだと。出だし加速をつける、この曲線作る時のここが一番辛いです。ここ上がっていく時はね、もう楽しいっていう領域に途中で変わる時があって、それを11年やってきて実感していますね。局所的にですね、数ヶ月、3ヶ月だけドーンって売り上げ落としたこととか私ありますけど、まあそれはメンタル整える必要があった時期だったからっていうことなんですが、基本11年ずっと右肩上がりで、事業は運営しています。着実に、地道に。はい。なので、まあそういったこう、ルーティン的に整えていくメンタルっていうのも当然必要になってくるので、まあいろんな学びは必要になるんですよ。だからその額が、私は自分に許可を出してるんだけれども、それができる状態じゃないっていうのは、まだ何かピースが足りないから、何があればそれができるのかなっていうのを考えたりとかして、この間もね、別の面談、私のがコンサルでお願いしてる方とかに、次のステージに上がる時が来たっていう話を聞いて、だから今までの仕組みと同じじゃダメになるんですよ。それ以上伸びない、伸びた止まりなので、もう一段上に行くための違うアイデアをいただいて、また仕組みの組み直し、場合によっては一部崩壊させて、破壊と建設ですよ。これをね、数年に一度やってます。私3年ぐらいに一度やってるかな。だから3回ぐらいですよね、11年ってことは。もしかしたら来年あたりもう一回やるのかもしれませんけどね。はい。まあ、そうやって大きくなっていきたい方は、壊す、作るを繰り返すっていうことになります。はい。まあ、ご参考になりましたでしょうか。ということでまとめに入りたいと思います。月商300万を稼げる先生と、月収3万、30万を、稼ぐことができる先生の思考の違いとは、ズバリ自分に稼いでいいという許可を出しているか出していないかということになりますので、ご自身の胸に手を当てて考えてみていただければというふうに思います。それでは。